大冒険。脱げ脱げ、まさか、なんで、なんでし、嘘、生きてる、脱げ。いいな、この隠し場所を知ってるのは俺とあんただけ。ほとぼりが冷めるまでお預けだ。小ザルあいつにも教えてね。頼むぜ、いくら小ザを気に入ったからってよ。あんたは小ザを使ってまんまと俺を引き入れたと思ってるようだが。違うのか。俺が乗ったのは金のためだ。つまらない小細工は必要なかったってわけか。まあそうでもないがな。